よ、めでたい話。UMB チャンネル登録者数10万人、10万分の1の俺。Yeah, easy なライフはお前も送ってね。だけどもこんな感じクソったれなやつが10万人集まって充満してる。煙より高いところに仕上げてくれよ UMB。 Yeah, yeah, のろし上げの一発目。それぞれの地元、俺で言えば長野、あいつで言えば岩手。よ、どこまで飛ばすこんな紙飛行機。 Yeah, next にがりたいコーヒー。 Yeah, チェックしてくれ。これはあれだ、全てが始まった瞬間だ。でもいろいろあった好奇とも今では前面よ。何年ぶりの再会だったぜ。あれは一緒に酒を酌み交わした居酒屋。そういうことが全国各地で始まるのさ、今から。いや、俺は長野の田舎の田舎から出てきて、今か今かと待ちわびた瞬間。イエー、登録者数10万人おめでとうございます。おめでとう。1回戦第12試合紹介します。先攻、青コーナー、山形代表光輝。雨にも負けず雪にも負けず、何度の挫折にも諦めず、遅咲きの死因は因果ドーピング。東北は岩手のイーガトーブ。山形代表、注文の多い来務長光輝。高校赤コーナー、東京代表MC にがり。曇りなき目で睨む鳥獣、いがぐり坊主のラップ小僧。もう一つよこせ、チャンピオンリング、信州信濃のヤングキング。東京代表、赤い稲妻 MC にがり。1回戦第12試合、先攻青コーナー光輝、後攻赤コーナー MC にがり。 DJ シュン、レディーファイ。思った通りだ、歓声がでかい。でも実力で振り乱す勝利の女神。わかるかな、持ってるテクニック。全員の心をそこ変えてやるぜ。オーケー、人気者だけどその人気も蜃気楼にさせてやる。俺の実力見せる色濃く、お前にとって今日させる最悪の日に、優勝候補殺してやるよジャイアントキリン。うるせえ、こっち向いてなりたくねえ。キュンでそれしょってんはもやかし、輝かしい聞いたの本物のマイカフォン。蜃気楼じゃなくて今日は優勝打ち立てる銀地方。いや、そのために来たんだ。俺もお前と同じだ、ローカルをしょってるぜ信じろ。俺もレペゼンは長野、嘘じゃねえ本当。だが気づいたら背にはクソったれ東京。お前よ、地元のごとクソったれなんて言うな。岩手山形愛してるぜ。だからこそな、ここで誇ってく地元火元は俺のマイク一本わかってるから。優勝高校の大会 UMB 東京、調子に乗ってる勢い流れるのはここまでだ。こっからは実力だけ、プロップスはいらねえ。お前の進路をここでブロックする才能ライト。だからプロップスの上にあぐらかいてねえから、長野アングラでやってんだよ。長野のことクソったれなんて言ってねえだろ。東京はクソったれなんて言ってんだよ。俺のヤバさバチバチに分からしてやるぜ。関東でも関西でもねえ、長野県稲城の口そこでラップしてるぜ。以後お見知りおきも、長野来たらバッチリヤバいライブでも照らしてやるよ。それでは判定お願いします。どちらか一方声を聞かせてください。先攻青コーナー光輝、後攻赤コーナー MC にがり。まずは MC にがり、陪審レディージャッジ。赤、勝者 MC にがり。8年ぶりに予選をやった山形県のチャンピオン光輝。ここに
連れてこられたっていうことは負けたんですね。はい、乾杯です。なるほど。乾杯ってことは、はい、自分が上回ってた、それとも自分が、いつものようにできなかった、いろんなあれがあると思うんですね。やっぱり一番はいつも通りの力がなかなか出せなかった。なるほど。飲まれてしまいました。飲まれた会場の雰囲気にもうそうですし、相手やっぱりまあニガリ君行くだったので、うん、そこにちょっと負けてしまった。ニガリあるしね。そうですね、若いのに有名だからニガリは。そういうプロップスもやっぱり実力の一つだなっていうのを思います。そうやな。はい、MC バトルで、はい、なんかそのあいつ友達いっぱい呼ぶから勝てるやんっていうやつがいるんやけど、俺は友達をいっぱい呼ぶのもスキルやと思うし、そうです、ね、やっぱ弱いやつは友達呼ばれへんと思う。ついてこないと思うんで、それはそうな、いろいろあるよな。はい、まあでもその相手にっていうよりいつもの自分がっていう、その自分に負けた、そうですね、っていう一番大きいかなっていうのも言って、うん、音源とかは、音源は正直ちょっと今すぐ作ろうですけど、うん、そうですね、ちょっと引いていたんですぐ作ろう、はい、うん、そっちも違いない。この DVD 出る頃には音源一緒に横に並べて、あ、そうですね、できるようにちょっと